けどがバックしたところシフト。じゃあ B にいる選手はどうするんだ。足音を聞いている。サジェストがここで追いタンを潰し、どうするラキア。珍しいゴーストを使っています。ワンピックメロホがいなくなったのは大きいぞ。その間にキラーは A サイトでワンピック取ってメス設置完了。 A 設置です。フラグですが、あ、見た見えた。ラキア一人、ここは返していく。サジェストやらせんぞとサジェストが返していきました。どうするリパブロ。壁が張られた。いい壁、前に出られない。壁が邪魔だ。これがデトネーションゲーミングホワイトの壁でした。さあここ打ち合いだ。ペッパー HSK、 この打ち合いでは HSK 肘が見えた。ここもワンタップ。最後も HSK スモークイン。打ち合いで勝ったラキア。5対4の人数状況、思いっきり詰めていきます。そこで待っているのはリパブロ。ポエムのフラッシュ、ボイタン合わせて HSK のカバーも入ります。抜かれていく HSK。 でさあ B の下側、メロホからのリテイク。フラッシュを待って、フラッシュで何も見えない。どちらのフラッシュだ。置いた武器を構えた。リパブロのカバーが入り5対3。武器回収。サジェスト、ペッパーのカバーが入り、 HSK ペイント弾から、これはもう逃げるしかありません。第4ラウンドはイグジスト。おっと、ここはギリギリ間に合いませんでした。リポジショニングをするしかない。サジェスト、アルティメットだ。ローリングサンダー、スリーマンノックアップ。うわ、 HSK サジェスト合計3キル獲得。仲間はどこ。打ち合いでペッパー、メロホのカバーが入った。ワンオンフォーです。おいた、おいた、ワンオンツー。フォールトラインが飛んできた。いやー、サジェストキレッキレです。ラキアもぬけの殻見えた。おお、ダブルキル、2人巻き込みました。スパイクを設置。だからこのサジェスト HSK がいるところは基本的にプッシュで守っています。あと早いですね。ファーストブラッド追いターンっています。見えました。ショーティー削れない。5対3、カンティン側を抑えるような形状を炊きますが、ここブラストバックも入れて相手の進行を止めていきます。ペッパー裏取り、サジェストで出るような守り方ですけども、イグジストは今のは多分その HSK カウンターのペイント弾返しのアビリティ、痛い。ショーストッパー、これはエントリーできません。素晴らしいワンピック。どうする、メロホどうする、上にいる。勇気を出したメロホ、見えた。1人目、オイタンが出てくるが、ここには3人、ツーオンツーだ。この一条で2人が住んでいる。出ていったところはキラーが抑え、カーテンオープン。最後はペッパーが倒されます。いや、スクリーン焚いて、エントリーはラキア、ファーストブラッド、サジェスト、セスのカバーも入った。ペイント弾、ホールトライン、何もできない、エントリーができない。イグジスト、ラストはペッパーツールドフォース。あと10秒、武器がないので勝負するしかありません。キープしていてもしょうがない。サジェストのみ倒して、頭いこう。おお、いや、ワイヤー伝わずにそのままブラストパックで入っていく。わあ、ブラスト合わせて、さあこれで取れましたが、ペイント弾の開始、ブラストパックで一旦引いてもう一回 B 設置完了です。取り返しは2人、もうすでに HKSK はいます。自らサジェスト行きました。いつ追いタンは出るのか。打ち合いで追いタン、サジェストが落ちた。ショーストッパー狙う先がいません。裏取った。
エッジ。ただメロホーがいる。ニューラルセスを撃った。セスが倒した。人数はどうする。ここでのジャッジ、ジャッジのエイジ君にはならない。メロホー、これがバトルロイヤルで培った生存能力。キラーが倒された。クロスの形、メロホーどうする。セスが倒した。ハーフまでいけない。おメロホー倒したか。ここは間に合うか。間に合わなかった。イグジスト、イグジスト時間稼ぎ成功。アフターショックも入ってくる。デトネーションゲーミングホワイトは入るしかない。パワーで押し込む。モークが張られて厳しい状況。下投げ、ラキアが入っていく。残り13秒です。あと10秒。ラストはサジェスト。パワーで行くのか。ケッパーワープした。サジェスト、いやペイントダウンが飛んできた。いいところ、逃げれない。ここで固定された。5対5、リティークのシチュエーション。キラー、ポエム、互いにワンキルずつ。フラッシュは避けた。ここだ。サジェストどう立ち回るか。ローリングサンダーのポエム、ただそこに対してはホールトラインの開始。入っていくペッパー、ラキア、ラストは HSK。 取り返し成功。イグジスト大きな、まあ、言うてもエリアコントロールの方が多めだなっていう。ファーストブラッド、ペップもこれは無駄に。アフターショック、これは避けれない。受けました。ただ壁がある分リテイクの場所は限られます。仲間は死なせない。残り20秒はランデブー、打てません。蘇生をして HSK 帰ってきた。ショーストッパーを打っていくラキア、中には誰もいない。じゃあロングはどうだ。当たるのか、当たるのか。うわ、当たらず。サジェスト中に入っていく。お、これは入れ違ったか。横取ったラキア、2人目。最後はリパブロのキル、そして解除成功。コズミックディバイド、フラッシュ、そしてここでショーストッパー。ラキアのペイントダウンでセスが落ちました。壁はもう立てられません。置いた中で耐えて、バイパーズピットからはやや離れて、早速乗りていく。ブーンボット関係なかったラキア、置いたのカバーが入った。そこには HSK のカバー。3対2、もうフォールトラインもない、アビリティもない。 HSK サジェスト韓国コンビ、サイドを取った。ここにはペッパーのオペレーター。ラストはサジェスト抜いた。ペッパー対サジェスト、いない。解除に入った。これはガチか、ガチか。やはりイグジストでもガチだが、サジェストはそれ以上立ち回り読んでいます。すべては回復できません。アルティメットが来る。サーブットへ飛んだ。ただラキアがいる。ラキアのカバ ー、 ラキアのカバー。ここにはオイタン、さらに加わってくる。アルティメットを放ったラウンド、すでに人数状況は不利。デトネーションゲーミングホワイト、残り13秒。オイタンを耐える。フラッシュ避けた。ワンピック取った。キラー、セス、設置は間に合うぞ。リパブロ、ここは登れない。いや、我慢勝負ではリパブロ。12本目、イグジストが取りました。今がレディーになって、そこに対してオイタンが食らってしまったんですけども、食らった瞬間スネークバイトを発射したんですね。ケが行くしかないと、かなり勝負を仕掛けています。見えた。ファーストブラッド、ラキアン、ショーストッパー飛んでいった。メロフォビアが落ち、ここでもラキア3キル目。ラキアが強すぎる。5対2の人数状況、残されたのはキラーとセス。これペイント弾もう一度復活したんじゃないですか。復活しました。そして当たるとフルで食らった。ラキアです。そしてハサミです。アビリティ使えない、グラビティより使えない。スモークが張れない中でデトネーションゲーミングホワイト入っていく。裏へのグラビティウェル、何もできなかった。リパブロが落とされ、ただペッパー、リパブロなんとかワンピック取り、ラストは2対3。
残り1名。シャッターでの勝負。そしてラッキアも落とされてのファーストラウンドはデトネーション。ポエムフラッシュ返しはドローンが通過した。あと側面を取った。一緒に出てくるリバブロ、何も打てない状況が続いてくる。3人目 A でキャリア。素晴らしいリコンです。ペッパージャッジ、それ以後は追いターン。ラキアドローン、そしてエントリーが入ります。サジェストの位置コンテナ上。ポエムペッパー落ち、ここではリパブロラキアダブルキル取るものの、サジェストがここでもダブルキル。3対1の状況となりました。設置中、降りていった。おいたん足音が聞こえたが、最後はキラーです。これで最後キャンセル。ロックダウンと合わせてリコンボルトを入れ、抜かれるラキア。ファーストブラスト、おいたん、リパブロ、リパブロ下投げフラッシュ。ここは HSK が倒す。キラーのカバー、 HSK2 人で合計4キル。ラストはペッパー。スパイクを設置。オペレーターの運用です。配置的にはちょっとよろしくない位置、致し方ないんですが、この勝負ペッパー勝った。ラストの 1-1 サイドを取ったキラーが抑えて5本目。5対1、スモーク入れてシーカーの返し。エントリーは抑えました。返しのリコンボルト、エントリーはサジェスト。ハンターズフューリーも打っていく。ペッパーの頭少し見えた。打ち合いで勝っていくのはサジェストか、リパブロのリテイク。無理やり設置、角設置。そこに対してはオイタンのロックダウンです。マチャオはハンターズフューリー、残り2つなので打てません。4対3のリテイク。ショックダウン、体力が31。ロックダウンでここはまずは防ぎ、あとはメインだけ。キャットは抑えたリパブロ。キラーはもう前には出られません。ペッパーの解除によって2本目はイグジスト。離婚返し、あと30秒。ラキアの位置はバレました。ただラキアの離婚の返しによってエントリーが少し進まない。しかも3人中で耐えた。残り20秒、入るしかない。ナノスラーブからペッパー2キル取って、ポエムラキア入っていく。最後はオイタンのキルによって3本目は返し。ナノスワームアラームボット通り過ぎたのが分かった。トレイルブレイザー回して、ポエムのダブルキル。 HSK のカバーもポエム、残り1名。そしてラキアのカバー、このキャットはショートにアラームボットあるのかっていうのが分からず、まあ、進んでしまったというのが、これは単純なラッシュか。おおおお、2枚抜きブリンク戻り。このマイクロフリックが失敗。ワンウェイラストはメロフォビア。オーバーピークもペッパー。ただ臭いぞその位置っていうのは分かっているでしょう。フラッシュ入れてオペレーターワンピック。エントリー役のサジェストが落ちました。4人でのエントリーです。ハンターズフューリーギリギリで壊しに行く。いや、アチャオのハンターズフューリーですね、失礼しました。そしてペッパーはオペレーターでワンピック取るんですが、マチャオのハンターズフューリーによってダウン。3対3です。ただ中ラフターしてみます。食達禁止だ。メロホビア王者体力3で残った。ショックダウン、ショックダウン。2-on-2後ろから置いた。ラストは HSK、 アビリティはありません。 HSK カバーに入ってラキア。これでイグジスト並びました。置いた。そのまま中にペッパーはローワーから、アッパーにはナノスワム入れません。リパブロディフェンダーサイドを抑え、そしてペッパー今度は中を抑え、ラストはディフェンダーサイド2人。ペッパーの活躍、ブリンクアウト。おーおーマイペッパーです。ブレードストームからナノスワム見えた。マチョウ、うわー、これはギリ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 抜けないところ。エントリーが始まります。
これはうまい。ドローン回した瞬間、一人ピックアップしようと狙っていったんですが、カバーに入った。さあ、アストラを排除。HSK 耐えた。中にはメロフォビア。HSK も左サイドを警戒しながら、アッパーから入ってくるところはメロフォビア。8センター進行からのキャットアクションでしょうか。ああ、ファーストブラッドはメロペッパ。逆にエントリー。吸い込みでメインを吸い込んだ。ペッパ2個目のスモーク、スモークイン。出てくるところはキラーが抑え。そのエントリーは2人のカバー。ポエムが中に入れました。ただ降りてくるサジェスト。あ、ギリギリ見られてないぞ。いった。しかしここは HSK、 今回はケアしています。2人目、ここがペッパー、ブリンクイン、中に入ってくるサジェスト。これで A が取れました。ただヘブン車、キラーがいます。あと10秒。これは分かっていないでしょう。分かってる。おお、分かってる。回復するよ。逃げて。ペッパーの回復はできない。シーカー回復無理やりした。ペッパー体力回復。しかしショックダーツで落ちた。ボイムワンワン。うわあ、このラウンド。ここは単純なセットアップ。ただジャッジだ。チャンピオンズでも見たこのスモークインからのジャッジ。スタンから犬まで飛んでくる。置いた。しかしサジェストのカバー。パワフルな打ち合い。うお、ショックダース取った。いやー、抜いてきますね。スモークロードを作る。どうだ。あー、タイミングが。ここは A 小中魔鳥が覗い。ハンターズフューリーエントリーでしょう。逃げられないぞ。さあ逃げられないのか。ハンターズフューリー当たった。サジェスト逃げた。1ストレート置いた。無理やり設置。奥までは入るのか。ラッキャー無理やり行った。おい、すればサジェストもフラッシュ来てから来るだろうと。どうする。ペッパー打開できるか。キラーが抑えた。5対4。ナノスワーム、そしてアラームボット、すべて放った。あー、しかも足止め、離婚のカバーもある。弱体化は受けていますが、もうグラビティウェルは打てません。イグジスト、逆にタレットを前に出してエントリーするか。ポエム、フラッシュは残り5秒。ドライでいった。むしろ使わない。ドライでいった。おお、一旦ポエム打開した。ラッキア、離婚はあるが食いに行った。でもアビリティを使うとキックまた何かのカウンターが来るので、だったら人数かけてドライで。あとこれもペッパーは削りですね、相手の動きを見て。ペッパーが倒された。ファーストブラッドはキラ、デトネーションゲーミーホワイト。ここでナノスワーム、おーうわ、自ら行っておいた。この中にいいぞ。クラッシャーバブロ、残り10秒。うわぁ、置いたも奥まで行った。サジェストが倒された。ラキア無理しない。ポエムが見ています。倒した。あるのか。ワンオンツー、11発ダブルピーク、12本目。削ったのがペッパーなので、まだ A スタックの可能性もあったんですよね。連敗ボーナスでなんとかギリギリ変えている状況ではあります。さあ、情報が入ってまいりました。フェンネル対ストークスファランクスは14対12オーバータイムの末、勝利はフェンネルとなりました。アイスボックススプリット練習人がいることが分かりました。どうする。キラー吸い込み、ファーストブラッド HSK。 ペッパーが落ちた。守れるか。デッドネーションゲーミングホワイト、意地の守り。インスモーク、インスモーク、置いた。 HSK 3対3。 HSK スロッツ残り15秒。マチャオリバブロ、メロホ、ジャッジはどうだ。ジャッジはどうだ。残り5秒。
超ティーだ。